ノルディカドーベルマン SLR です。オールラウンド系のスキーの中でショートターンをベースにしたスキーです。どんな感じですか？まず一つは操作性はすごく高く感じたかなと思います。スキーの反発力はちょっと抑えめというか、どちらかというとエッチングの、なんていうの、噛む要素がすごく多くて、足元のグリップ感がすごくいい印象でした。剛性がいいスキーなんで、エッジのホールド感とかをこう楽しみたい人は、手応えがすごくあるスキーだと思います。特徴としては、SL よりももうちょっと軽めにできていて、でビンディングとプレートがよりたわみを作りやすくすることで、どっちかというとこうフィーリング的にはソフトな印象、ただエッジグリップはすごくいいと思います。